はようございます。美濃加茂市まちづくりコーディネーターの加藤真康がお送りする番組、真康散歩。この番組では昨年5月より美濃加茂市のまちづくりコーディネーターとして活動している私、加藤真康が美濃加茂市内のいろんなところに足を運んで、面白いと思ったことや魅力だなぁと思ったことを皆さんにお伝えする番組です。月曜日の朝、1週間元気に過ごせるような内容をお届けしていきたいと思っております。それでは真康散歩、最後までお付き合いくださいね。美濃加茂市真康散歩。おはようございます。第30回の放送です。本日の、深夜散歩は、今週末に行われます、10月29日の開催、日本昭和村で行われます、山の上まちづくり協議会の収穫祭のお知らせをさせていただこうと思っております。皆さん昭和村の方ですね、最近行かれたことございますでしょうか。まあ来年度からですね、4月からですけれども、無料化をされるということで、まあそういった形の門などもいろいろ整備をされるということで、実はもう今年の12月の1日からはですね、工事のために改修に入るということで、お休みになります。その前にですね、ぜひぜひ訪れていただこうということでご案内させていただくのはこちらです。10月29日の山の上町協の収穫祭という形になっています。でこちらはですね、以前にご案内をさせていただきました、実り、山盛り、山の上という形でキャッチフレーズですね、美濃加茂市の山の上地区の方のですね、地域の課題を解決しようとしている、いろんな方々が集まって取り組まれている町づくり協議会、こちらの方がですね、収穫祭という形で、まあ、秋ですから、梨などの、収穫もありますし、以前にご紹介させていただきました、ローゼルですね。これがあの、クレオパトラも愛したと言われておりまして、最近美濃加茂では結構収穫している方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういったものをですね、実際に、例えばクッキーだとか、ジャムだとかをですね、作って、そちらの方をご販売、ご提供させていただこうという取り組みが昭和村の方でございます。場所はですね、あの昭和村の中の、どんぐり広場というところになりますので、実際はですねこちら入園料が、かかる形になります。まあ、大人の方は、昭和村ですと830円、子供の方は400円、シニアの方が600円という形で入っていただくんですけれども、まあまあそれだけを、満足できるような形で、ご案内できるのかと思っております。で、私もですね、去年こちらのですね、収穫祭の方ですね、昭和村の方で行われたイベントの方に、参加させていただきました。で、実際はですね、そこで行われたのは収穫をされた、ローゼルを使った、ローゼルのカレーですね。当時は出来たてほやほやでローゼルメニューということで、カレーとですね、ローゼルをつけて作られたメニューをご案内されていたり、あるいは初めての方もいっぱい多かったのですから、ローゼルティーというのをですね、振る舞いをさせていただいたりということをしていました。で、私もカレーの方をいただいたんですよ。なんと、まあ、美味しかったので3杯も食べてしまったということで、町づくりの皆さんにもだいぶそこで顔を覚えていただいた、記憶がございます。で、こちらですね、今回ですね、去年もなんですけれども、こちらの取り組みとして、山の上トレザイールというですね、手作りのクラフトだとか、女性を中心にして、いろんなものを作られている皆さんが、ブースとしても、何点か出展をされますので、まあ、ここ自体ですね、華やかな皆さんが多いので、自分で手に取って、素敵なものを出会えるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひご参加いただければと思っています。で、昭和村っていうのはもうすでに何回も行かれた方も多いと思いますが、日本のですね、原風景が、残っている、場所になります。で、その中にですね、まあ、地域の皆さんという形で、山の上のまちづくりの協議会が、そこで、イベントをされるというのもですね、これは今まで、なかったことですので、よく今までだと商工会さんですとか、市が主導で、出展をするというようなことが多いんですけれども、地域の皆さんの活動が、まあ、人の目の前にですね、こういった形で出るというのはとてもいいことだなと
というふうに思っておりますし、まあ何よりもですね、収穫祭ということで、地域のまちづくり協議会の皆さんが非常に元気に案内をしてくれて、まあかなりですね、お値打ちな価格で、提供してくれます。一番盛り上がるのは結構梨の皮むき大会とか、みんな包丁でどんだけ皮を切らずにですね、長く切れるかみたいなことも昔ながらのようなこともやってますが、まあ、これ結構ですね大人さん子供さん含めて盛り上がるような企画にもなってますし、あと地元の出身の方々もですね、アーティストさんという形で演奏していただきますので、ぜひですねこちら昭和村はなかなか行っていないなという方なんかにはぜひご参加していただければというふうに思っております。まあ、昨年なんかで言うと、お笑いのですね、この吉本の、グループにですね、研修生として入るような形の、学校高生たちがですね、参加して、なかなか皆さんを笑わかせていたということですが、今回は、山の上にゆかりのあるアーティストさんたちが、参加されるというふうになってますので、ご参加いただければと思っております。でですね、この日はですね、実は、もう一点ですね、同じく昭和村で、行われるイベントがありまして、こちらはですね、富加町と美濃加茂市が、定住自立圏という形の、住み続けたい、暮らしてみたいという取り組みの美濃加茂定住自立圏事業の一環で、オンサイエクスポ、2017というものが開催されています。鳴子踊りの、イベントで、富加のタウンホール富加と、日本昭和村をつないでですね、最終メイン会場が日本昭和村ということで、今回同じようにですね、会場昭和村の中に入っていただいて、ご覧になっていただくイベントも行われていますので、かなり昭和村がですね賑やかになっていると思います。公共交通機関の、でしか行けない方もですね、当日はですね、美濃太田駅から、昭和村へ、そして富加町までまでですね行く、シャトルバスも、出ていますので、この、山の上の町郷の収穫祭もですね、まだ行ったことがないわという方は、太田駅からシャトルバスにもご覧になってですね、お乗りになっていただいて、行っていただければと思っております。こちらはまた非常に熱気もある活動で、ご存知の通り富加町にはハブリというですね鳴子踊りで、名古屋のですねど真ん中祭りの中でも、上位に入ってくる踊りのチームがありまして、こちらと、一緒になってですね、地域を盛り上げようということで取り組んでます。かなりのチームが富加町とこの、昭和村の方にやってきてですね、またそれを見る方もたくさん、いらっしゃいますし、当然ですけれども、食というところで地元のグルメで、みどかも焼きそばだとかいろんなものも、出ていますので、まあ、一日ですね楽しんでいただけるのかなというふうに思いますし、2時以降にはですね最終的に優秀賞とか優勝をですね争うような上位の表彰などもございますので、夕方にかけてですね昭和村のあたりまで行っていただければと思っております。はい、たくさんの方がいらっしゃるので非常に面白いイベントにもなると思いますし、最近私も思ってるんですが、結構その鳴子踊りのチームの皆さんというのはですね非常に団結心もあってですね、やっぱり非常に迷惑もかけちゃいけないということで、踊りの皆さん普通って自分たちで結構盛り上がるんですけれど、かなり指導もされていまして、自分たちで綺麗にしようぜということだったり、移動の際もですねかなり整列して静かに取り組もうみたいなことも、こういった、指導もですね実は名古屋の日本ど真ん中祭りの皆さんがかなり、いろいろご指導されてきて、地域の、参加者の皆さんもそういった形で変わってきてます。で、オンサイの、エクスポで、今回富加町に取り組むことにあたってもですね、まあ、名古屋からもたくさんいらっしゃるということで、ぜひ、お会いした方なんかとですね、チームの皆さんなんかとも交流していただけるといいなと思っております。はい、今日はですね、こちら、日本昭和村で行われる、日曜日開催の、山の上まちづくり協議会の収穫祭、そして合わせて、こちらの開催のオンサイエクスポ2017日本昭和村会場メイン会場のことも、ご案内させていただきました。本日もですね、時間の方がやってまいりました。今週1週間もですね良い週にしていきましょうね。美濃加茂市のまちづくりコーディネーターがお届けする、新安散歩、第30回の放送でした。引き続きモーニングラインの月曜日こちらの方もお聞きくださいね。それでは今週も良い週間お過ごしください。では、バイバイ。